エレクトリックアップライトベースエレクトリックアップライトベースは4本または5本の弦を持つ大きな弦楽器である。日本語に訳すと電気式で直立のベースとなる。名が示す通りエレクトリックベースとの一番大きな差はピアノにおけるグランドとアップライトの対比と同様に弦が延直方向に張られていること。たびたび U 部と略され、 これに対して、コントラバスなどを指すウップという故障も存在する。また簡易的な略称として、エレアップとも呼ばれる。一般に、現状はコントラバス、またはエレクトリックベースと同じものが多く、両者の弦を流用できるため専用弦が必要なものは少ない。コントラバスと同様のアルコ奏法と、ピッチカート奏法を可能にしつつ、 ボディは小さく設計され運搬に有利で、エレクトリックベースと同様にハウリングにも強いものが多い。また、楽器としての歴史に浅く、各楽器メーカーでは、サイレントベース、ソリッド、ウッドベース、コンパクトアップライトベースなどといった命名をしており、エレクトリックアップライトベースはこれらを包括する、故障として近年用いられるようになった。コントラバスの箱の鳴りを消音する側面から、 サイレントベースと一部で俗称されていたが、現在ではヤマハ株式会社の登録商標であり、総称としてのサイレントベースは適切な呼び方ではない。ボディの構造は大きく分けて2種類に分類される。ユーブの特徴の一つとして挙げられるのがボディレストである。同演奏者の体や左足で支えるコントラバスに対してユーブは肉厚が削ぎ落とされている分、 体に接する余地が少なく安定性を欠きやすい。ボディ形状によっては演奏者と楽器の位置関係が近くなりすぎる。そこでボディにパイプなどで作った体当てを付加して指示の一助としているものが多くある。左手に機体指示の負担が大きくかかるようだと演奏性に多大な影響を及ぼすため、機体選びの際はこの点との相性にも注意が必要である。また、 名前の通りの体で支えるパーツという概念で、コントラバスでの物理的なポジション確認の基準となる、ネックヒールでの G 線の音程が確認できない作りになっている個体も多く、コントラバスとの持ち替えや代替品として考える際には十分注意が必要である。また、その点を鑑みた両面テープで取り付ける技似、ネックヒールも売られている。コントラバスと同様に、 エンドピンによる一脚のものが多い。他には二脚のものや三脚に据え付けて演奏するものもある。特に三脚については独立し腕での指示を要しないためボーイングにも適した仕様と言える。マグネティックピックアップやピエゾピックアップのいずれかもしくはその両方を備えて弦の振動を電気信号に変換してアンプ、スピーカーなどを介して発音する。 通常の電気楽器と同様、パッシブ回路とアクティブ回路を搭載した製品が存在し、アクティブ回路の場合、ボディに内蔵されるプリアンプ部は電力を必要とし、電池で稼働させるのが一般的である。ピックアップは、その特性上、ピエゾピックアップの場合源の種類は選ばないが、マグネティックピックアップを備える場合は、肘製材のガットやナイロン源は使用できないので、注意が必要である。 2013年現在、UV の使用者は国内外問わず、増え続けているため、録音、映像など、使用頻度の高い奏者の未記載。現在ではベーシストを中心に UV の知名度は、かなり高くなったが、20年以上も前からプレイしていた、先駆者的なベーシストとして、渡辺一氏の名前が挙げられる。84年にオリエンテの小音ベースに、 アンダーアウッドのピエゾピックアップとプレシジョンベースタイプのマグネティックピックアップを取り付けたのを皮切りに国内外の数々のユーブを入手、レコーディングやライブに使用してきた。特に BSX や NS デザインなどの海外での人気に比べ当時の日本ではほぼ無名だったユーブも積極的に購入、使用しており雑誌ベースマガジンのユーブ特集にも幾度となく思想者、 レビュアーとして古くから参加している。一般的にはライブでのウップの代替品という消極的使用が顕著に見られる楽器だが、彼自身は激しい歪みを加えたもの、アルコソロを取り入れたもの、サステインを生かした和音を使ったソロベース風のものなど、明確に優部らしさを出した演奏を自作品を及び数百を超えるレコーディングセッション中に残している。 自身の HP の記事のいくつかにも、電気、アコースティックどちらのアップライトも扱う彼の興味、深い考察が見られる。また、日本において、遊部の知名度を格段に上げた、イカリア・チョウスケのラガービールの CM のベースラインを、依頼を受け書いたのが彼であることも、第一人者としての裏付けと言える。ありがとうございます。